というわけで、セッションできました。はい、できました。楽しかった感じいいんじゃないですかね。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは滝沢和成と秀典さんコラボの動画でございました。楽しみましたでしょうか。そして我々から重大な発表がございまして、はい、何かと言いますと、私たちツーマンでライブをいたします。バのライブになりますね。こんな感じなんですか。で、お二人でベレベレベレって弾きまくりライブみたいな。そうですね、ギター弾きまくりライブですね。はい、エレキギターもバリバリ弾くぞと、バリバリ弾くぞと、はい、アコギもバリバリ弾くぞと、キントとしてはもうハイウェイスター、オットとか何のことかは、まあ、会場に来てもお楽しみということで、日時としては9月14日が金曜日でございます。はい、八王子のマッチボックスライブハウスで夜の7時か6時くらいからになると思うんです。詳しいことはですね、概要欄の方に貼っておきまして、はい、僕らのツイッターの方でもライブの詳細が決まり次第お知らせをさせていただきますので、はい、ぜひともツイッターのフォローチェックをお願いいたします。よろしくお願いします。他に何かありますか、皆さんに伝えたいことは。まあ、僕がソロでギターを弾くっていうライブは、うん、もう5年ぶりぐらいですよ。なんか誰かのバッキングとかとかはありますけど、とか、はい、逆に緊張してますよ。かなり練習して頑張りたいなと思ってます。そうですね、昔からの秀典ファンは必須の見に来てね。ここからとまた5年ぐらいやんないんで。5年が長い。じゃあ9月14日金曜日はですね、八王子のマッチボックスで皆さんお待ちしておりますので、待ちます。遊びに来てくださいませ。それじゃあ、まんじゃれば、はは、いじゃれI'm sorry.